さすがにこの年で山登りは足腰に応えるの。山頂まで。いよいよ明日は命の大樹のもとへ向かうのね。なんか緊張してきたわ。ねえセーニャ、あの曲を聴かせてよ。あんたが子供の頃からよく弾いていた、私たちの故郷に伝わるあの曲を。大樹って夜はこんな幻想的に見えるのね。私たちの命もあの葉の一枚なのかと思うと、なんだか不思議な気分になってくるわ。そういえばラムダの長老が言ってたな、あの命の大樹が世界中の命を束ねているとか。それって本当なのか？ええ、誰かが生き返るとき、その葉は散り、誰かが生まれるとき、新たな葉が芽生えることで世界の命のバランスは成り立っているの。もうじきウルノーガとの決戦ね。ウルノーガさえ倒せばきっとお父様も昔のお父様に戻ってくれるはずだわ。あら、ベロニカ、あなたも楽器をたしなむの？これは長老からもらったお守り。私たちの祖先賢者セニカ様が昔ラムダに残していったものらしいわ。さあみんな、おしゃべりはその辺にして休みましょう。夜更かしはレディの天敵よ。ねえお姉様、私とお姉様はきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。セーニャはいつもグズだからどうかしら。でもそうだといいわね。
なあ、ここってあの虹色の枝が見せてくれた例の祭壇と同じ場所じゃないか。間違いあるまい。さあ、6つのオーブを祭壇に捧げるのじゃ。それで全てが明らかになろう。これは虹の橋？なんてまばゆいのでしょう。いよいよ命の大樹へのお目通りが叶う時が来たわね。さあ行きましょう。これが大樹の魂。なんだか初めて見る気がしないわ。懐かしいような怖いような。はあ、不思議なもんだな。俺もずっと昔に来たこと。世界中の命が集まっている場所なんでしょう。きっとあたしたちの生まれる前の記憶が残っているのかもしれないわね。いやー、何これ、ビリビって弾かれたわ。やはり勇者の紋章を携えた者しか大樹の魂の中には入れないんじゃろうな。そしてあれこそ闇の力を払う者、おそらく勇者の剣であろう。さあ、大樹の魂の中にある勇者の剣を手に入れるのじゃ。お主ならばあれを手にすることができるはず。
様、今何をした？てめえホメロス、いつの間についてきやがった。尾行にも気づかぬドブネズミに語る言葉など持たぬ。私の目的は悪魔の子ただ一人。今のは？はしたない真似をされるな、マルティナ姫。あなたは私にとってこれから起こる大祭の犠牲となる一人に過ぎない。な、そんなバカな。闇のオーラを切り裂いただと？その剣は一体？剣、己、そんな剣一つで私に勝てると思うたか。悪魔の子よ、悪魔の子と手を結びし者どもよ、この命の大樹を貴様らの墓標にしてくれよ。ここで果てるがいい。バカな、この私が、この私が破れるなど。こんなところで果ててはあの方へ申し訳が立たぬ。いや、この破片は
ホメロスを追って来てみれば、これは一体この場で何が起こったというのだ。グレイグよ、この者の姿を見るがよい。デルカダール王国の将として仮面をかぶりつつ、裏で魔物に魂を売っていた者の末路じゃ。グレイグ、よく聞きなさい。魔物の手先として暗躍し続けていたのは彼じゃないわ。ホメロスだったのよ。やはりそうだったのか。ホメロスよ、お前ほどの男が何故魔物に。お助けくださいませ。人民をたぶらかし世を乱した悪魔の手先め、死をもって償うがよい。グレイグよ、よくぞホメロスの正体を見抜き、わしをここまで連れてきてくれた。そなたがいなければ、わしはずっとホメロスの口車に乗せられ、魔物たちの企みに手を貸していただろう。ありがたきお言葉。ホメロスの強行を事前に食い止めることができ、幸いでした。勇者よ、今までのわしの行いをどうか許してほしい。わしは今までホメロスから勇者こそが魔物を呼ぶ存在、悪魔の子なのだと説き伏せられてきたのじゃ。お父様。ああ、おお、そなたマルティナか。よくぞ無事でいてくれた。そんなところにいないで、よく顔を見せてくれ。老よ、そなたにも苦労をさせたな。ユグノアの件は残念だったが、これからは力を合わせ復興していこうではないか。それも大事じゃが、まずは16年前に我が国イグノア王国を滅ぼした宿敵ウルノーガを倒さねばな。ホメロスもおそらくウルノーガの手先だったのだろう。話は聞いたな、全ての元凶たるウルノーガは今も世界のどこかで息を潜めているはず。さあ勇者よ、大樹の魂に宿る勇者の剣を手に入れるのじゃ。
おお、なんという素晴らしい剣だ。わしにも見せてくれぬか。今のは。まあよい。それよりも早くデルカダール城に戻って宴の準備をせねばな。ほう、もしやわしらをデルカダール城に招いてくれるのか。さら何を言う老よ。そなたたちはウルノーガの手先ホメロスから命の大樹を守った英雄ではないか。聞いての通りだ。そなたたちの功績を称えるため我が城に招待させてほしい。私がこれまでしてきたことは、いつか日を改めて詫びさせてくれ。さあ、わしらは先に城へ戻るとしよう。デルカダール城で待っておるぞ。